やばい。話すのは無理やから。キャンプ初心者がやる日じゃないやろ。避難してきたな。台風でした。ぬご。めちゃくちゃ広いな。うん、2人は余裕やろ。余裕。4人でも行けるぐらい。行けそうやな。うん、でもちょっとした部屋やでこれ。ぬご。あったかくなんでしょうこれ。この部屋、この中やったらあったかいでしょ多分。うん、避難所やな。避難所やわ。あれだよ、テントあってよかった。テントあってよかった。テントでよかったな。なうん。あ、いいやん、なんか雰囲気。あ、それでプラってぶかさげるとこついてんや。なんかめちゃめちゃ深夜みたいな雰囲気やな。寒い。あったか。あったかいわ、そのストーブ。暖かさはあんま大したことないストーブらしい、ね。あ、そうなの？でも全然いいよ、これぐらいで。これ灯油ね、灯油？うん。見た目が。かわいい。やかもあるし。とりあえず、炭出して。二次会やな、ある意味な。今から。で、待ってんの、扇風機は。回ってへん。あれ？止めた。あ、止めてんねやな、わざと。じゃあ、じゃあ、これ俺らだ自殺者みたいになってる。多分、かなりか、あの、下から、下は少ない、うん。あ、そうなの？抜けてないの、うん、抜けてると思う。うん、よし、全部終わり。取り上げちゃおう。いやーもうマジ。マジだけど、緊急事態にも備えてるよな。なうん。まだけど、9時ぐらい？うん、9時。あ、9時か。早いな。ああ。で、これいいな、このストーブ。あ、やろう。めちゃめちゃ役立つやん。お茶タイム？お茶タイム。俺もお茶タイムしようかな。うん、俺もあんねん。あんねん。お茶あるよ。お茶あるよ、俺。俺多分ね、むちゃくちゃいっぱいあるよ。そうね。むちゃくちゃいっぱいある。
これ全部。嘘。全部つけて。紅茶で。これちょうど。ぴったりやな。ぴったりやな。それ用じゃないの。うん、全然。それ用じゃないやつな、それは。うん、たまたま。たまたまはまった？たまたま。じゃあすごいな、それやったら。めちゃくちゃバタバタしてるし。しとるな。あの張ったロープが抜けへん。抜けへんかと心配やけど。まあ大丈夫でしょう。うん、でそれ抜けへんようにするためのあれやろ、あれは。こういう時のためのあれじゃないの？いや、その刺し取る釘が釘というか。で、刺し取る釘は、うん、こういう時のためじゃないの？うん、まあだけどギリ無理。まあ、でも地面が柔らかかったりしたら抜けるしな。風が強すぎて。そういうことか。地面次第やな、ほんと。結構柔らかかった。柔らかかったな。俺だって普通に抜けてたもん。うん、刺したとこ。思った通りに自然はいかへんいうことやね。俺もこれでちょっとあったかいもんいただくわ。ありがとう。これは何しよっかな。ココアもあるし、めっちゃいいよこれ。ほんまいろいろあるやん。めっちゃあるやろ、うん、ココアもあるし、こうドリップのコーヒーもあるし、うん、これ紅茶にしよう。ミルクも紅茶オレあるよ。紅茶オレ動画向きやろ。あっつ！あっつ！ちょちょちょ、紙コップが熱い。紙コップが熱いな、とにかく。置いてやったほうがいいかも。いやな、危ないな。なんなんやな、これな。キャンプの醍醐味かもしれない、ある意味な、これも、うん、キャンプならではの、うん、なかなかないです。なんやろ、それも初めてから、うん、このテントでよかったな、俺らは。吹き飛ばされてたで、今日、うん、だって張ってる時からもう飛びくそうだったもんな。やばかったもんな。いや、結構風きつかったんで。きつかったよな、うん、これちょっとやばいなみたいな。しかも立て方とかまあまあ知らん。1回目やからな。初めてやからな。お互い初めてやからな。それは知らないな。多分こうやろみたいな。うん、まあだけどここは止めんでも大丈夫だろ。そんなんで。いやだけどそれから変わっていきゃいいやと思うよ、うん、とにかく今はもうそんなもんやね。人気やな。いやこの広さすごいな。これ4人用やろ、一応3から4人用、うん、4人用かな。4人用やろ。確か1人でもこれぐらいのスペース欲しいよな。1人やったらもう広々やな。最高やな。だって全部やってくれて、雨降ったってここで自炊できるやん、うん、これいくらしたん？ 3 万ぐらい。7万ぐらいかな。7万もすんのこれ。でも安い方やで、多分テントにして。あ、そう、テントでそんな高いの？確かマジか。俺簡単に買おうと思ったけど、そんな、いやこういうこのぐらいの広さやったら、ちっちゃいテントやったら、7万もすんねこのテント。それしっかりしてるよな。だってこのポールとか、これだってあれやろ、うん、あそこに穴開いてるしさ、あのアメリカのあのスタイルやろ、多分これちゃうんかな。なんかそんな感じじゃないの、なんとかスタイルみたいな。ああ、なんかその換気して中で炊飯できるようなスタイルってやつ。あ、そうなの。俺も知らん。じゃあ俺も知らんで、なんかそんなやつなんかなって。今こんなん流行っとん、ワンポールテントで。簡単に立てるんだ。あ、そうね。これ一本だけ立てる、うん。そうそう。よく4箇所だけ止めたら。あ、これもでも立ってるだけね、ほんまに。そうそうそう、止めてるだけじゃない。うん、4箇所床くくい打って、うん、これ立てたらもう自立すんねん。いや、でも7万もすんやろ。うん。すごいな。すごいな。でももっと高いよ、15万ぐらいする。そんなすんや。でパカンってやってる、投げたらポコンって広がるようなレベルのやつ。それは安いね。安いんや、あれは。あれは安いんや。物にも、安物は安いし。あ、そうなんや。高いのは多分高い。さっきからもうバリバリやる気やん、最初からこれじゃあ。そら。めっちゃやる気やん。
もういきなり7万突っ込んでんテントに、うん、せやけどそ何も俺他になんか突っ込んでへんだろ。あ、他にな、趣味が言ったな、全くなかったし、うん、で酒もやめたし酒もやめたしな、うん、今日飲まれるもん、何をしとんねんみたいなまあね、使えるわな、確かにそう思ったら。なんならカメラ変わんない。カメラ50枚で全部で。すごいよな。そんなんもう、全部中途半端みたいになりそうだけど。いやもうここまでやったらやらなあかんやろ。な。うん。いやだけどいいと思うよ。もうやる気ないもん、そんだけ。うん。うん、やるからにはやればいいんじゃない。でもどっちか言うたらカメラの方が。やりたな、うん、途中からやりたなったり。カメラハマった？うん、でいうかまだちゃんと撮ったりしてへんし、うん、だけど詳しくなったら多分面白いやろな、カメラもな。俺も全然分からへんもん、大体でやってんもん、うん、俺全部オートやもん。7万かこれは。はい、台風ですね、この感じすごいな。また決断的だなこれ。大丈夫、入ってない、私の部大丈夫、つなってきたな、これな。うん、これあれやんけ、あの低気圧が通り過ぎて、うん、あの冬型の西高東低、これまたこれ寒くなるってこと、これで。そうせやね、明日から寒くなる、あの、うん、ための、うん、嵐。そうそう、友達が来た、今日キャンプ行ってんの大丈夫って来たそれ思うよ、ね、こんな日にキャンプしてる思ってない、今日はだけど言ったら避難やな、うん、キャンプっていうか避難した、被災地やで、これ怖い、被災してるよ、今被災中やで、俺は被災中やで。初めての初心者のキャンプにしてはもう過酷すぎる、過酷やろこれ過酷なキャンプやでこれもうこれを乗り越えれば何だっていけるよ、うん、キャンプもういいですわただテントの中いるだけかもしれんけど、うん、まあだけどな、いやでも次、もう次のあれがちょっとなんか、うん、なんか俺の中ではある次、うん、次こそはこういうことをしてなあかんなとか、あ、そうやな、これを、うん、まあ、ちょっとこれはいらんかったなとか、俺もめちゃくちゃある、やっぱそれ、うん、やっぱいっぱい持ってきすぎてるね、やっぱ最初なだけにちょっと少ないぐらいがいいかもしれない、絶対そうやと思うわ、足りないぐらいが、だから足りないぐらいを、あのラーメンとかで、うん、そうだからなんか食べたけど腹8分目ぐらいで、じゃあもうちょっとなんかする、おやつとかでもええ、そうそんなんがいいかもしれんね、もしかしたらね、うん、うん、次に来たやな、だから今日はもうやっぱり練習やね、そんだけ、うん、だって俺らやったことないやもん、キャンプなんか、これはかなりええ経験やね、うん、いや多分そういう日やってん、今日は、うん、おまけに、なめんなよっていう天候も、うん、お前そんな甘っちょろい感覚で、うん、あの装備だけ整えてきたってあかんぞっていう、な、今日は試練やな、最初の一番初めの楽しく始めさせてくれへんそう簡単に始めさせてくれへんってやつやなあんまないぞ、キャンプ、あの軽くやる割には。でももしも俺一人やったらかなり弱ってた、いやな、今日これ一人やったら嫌やな、俺も一人で思った、思うもん、これ一人やって、このいきなり最初の初めてのテントを今日初めて設営してこの日やったら嫌やわ嫌やな、確かに嫌や、行われる予定ちゃうかってんけど、うん、最初からなんか苦い思いで帰らんで、だって明日大変や、絶対これ、だって出しっぱなしやしさ、テントなんか腹減んなよかったみたいな、車で寝たよかったみたいな、だってやな、だってハイエースやん、ね、寝れるやん、だってキャンピングカーにしてる人がいるぐらいもんな、ハイエース、ほんまや、もっと言うなら酒飲んでも帰れたやん、そうだ俺は帰れへんけど帰れたよな、帰ろう思ったら
だってもうここから俺ら耐えるしかないもん。耐えるだけやで、朝を待つだけやで俺ら。飛ばされる可能性があって、その風が止んで、風が止んで雨も止むのを待つだけやから俺ら。これ明日朝この状況だと最悪やで。ありえるで。ありえるな。もうこの雨の音すごいもんこれ。なんかひどなってきた。ひどなってきたよこれ。もう天気予報当てにならへんけど。やった。なんか久々にこの寝袋で寝るのも楽しいわ。ほな。お疲れさんでした。お疲れさんでした。